1869年のホルクムの地図。ホルクムは、オランダの南ホラント州にある基礎自治体。ゴーカム、またはゴーカムと表記されることもある。ホルクムの中心街には、よく保存された16世紀からの城郭都市が残っている。ホルクム基礎自治体は、ボーフェンメルーエーデ川の右岸にあり、バウドリヘムの対岸に位置している。川を挟んだ南側は北ブラバント州である。町の北側を高速道路 A15 及び、鉄道路線のベトゥーエルートが、西側を高速道路 A27 が通っている。ホルクムは、西暦1000年頃に、漁師や農民がリンゲ川の川口近くの高台に、集落を作ったのが、始まりとされている。ホルクムが文献に登場したのは1224年で、ホラント伯、フロリス4世がホルクムの住民にオランダ国内通行料の免除を許可した文章にGoriks Heemの文字が見られる。1247年から1267年までの間に、ホルクムは封建領主であったファン・アルケル家の領地になり、13世紀末には、隣接したホラント伯領やゲルデルン公国の支配から町を守るために周りに土塁が作られ、柵が張り巡らされた。14世紀半ばになると、町の防御は一層強化されたものとなり、7つの門と23の塔を持つ要塞ができていた。1382年11月11日に、領主のオットー・ファン・アルケルは、ホルクムに都市権を与えた。その6年後の1388年、大火があり以外のほとんどを占める1500件もの建物が燃えた。オットーの後を継いだヤン・ファン・アルケルとホラント伯アルブレヒト一世の仲違いは11年も続いた戦争に発展。最終的にファン・アルケル家は負けて領地を失い、ホルクムは1417年にホラント伯領に併合された。併合されたホルクムは商業が発達し、ホラント伯領で8番目に大きい町に成長した。宗教改革の真っただ中に、ネーデルラント諸州とスペインとの間に起きた80年戦争は、プロテスタント対カトリック教会の戦いでもあったが、初期の1572年6月26日に、ホルクムは、オラニエ公ウィレム一世率いる、軍事集団、海の小食団、ゼーゴイ戦とも日本では呼ばれるがこれはドイツ語読みであり、オランダではWatergeuze Watergeuzeと呼ばれるによって、スペインの支配から解放された。その日、ホルクムの17人のカトリック司祭と2人の平良修士がカルバン派の団員たちによって捕らわれ、監禁、拷問された。一行は、船でオランダ南部における海の小食団の蜂起の中心だったブリーレに連行され、悪名高い指揮官、ルメー伯、ウィリアム・デ・ラ・マルクの命令により尋問された。尋問では、カトリック教会の秘跡とローマ教皇が普遍的な世俗支配権を持つとする教理を捨て、プロテスタントに改宗することが要求されたが、聖職者たちはこれを頑なに拒んだためデラ・マルクは、激高し、オラニエ公ウィレム一世から届いたばかりの手紙に、聖職者たちを罰せず、危害を加えないことと書かれていたにもかかわらず、これを無視し、7月9日の早朝に19人を納屋の梁から吊り下げて、絞首刑とした。目撃者によると遺体は切り刻まれたという。彼らは、ホルクムの殉教者たちとして1675年に、列服され、1867年には、ピウス9世によって劣勢が宣言された。彼らの聖遺物箱は、ブリュッセルのシント・ニコラース教会に祀られている。今でも7月9日頃になるとブリーレには巡礼者がやってきて、聖人たちに敬意を表している。16世紀になると、ホルクムの要塞は、荒廃を極め、町の外側に新たに私壁を建設することになった。1609年に完成した私壁は、町の面積を2倍にし、今でもそのほとんどが保存されている。私壁には、東西南北に4つの門があり、東に、ダーレム門、西にカンセル門、南にワーテル門、北にアルケル門があったが、現在まで残存するダーレム門以外の3つは19世紀に交通量の増大とともに壊され、ワーテル門の一部はアムステルダム国立美術館の庭に移築された。1673年にホルクムは川の水の氾濫を利用したオランダ独自の国土防衛方法である洪水戦の一部になった。17世紀のオランダ黄金期の後、18世紀にホルクムの経済は衰退した。フランス帝国のオランダ占領下末期、撤退中のフランス軍はホルクムの要塞に立てこもり、3ヶ月にわたった包囲攻撃で町は大きな打撃を受けた。19世紀になると産業革命とともにホルクムはゆっくりながら低迷期を脱した。船舶輸送が増加し新しい運河が建設され、鉄道路線が敷かれて町の人口が増えた。20世紀の初めには市壁の中はいよいよ手狭となり、壁の外に市街地が開発された。第二次世界大戦後市街地は段階的に大きくなり、1987年には東側のダーレム村を吸収合併した。美術館、博物館、歴史的建造物、近代建築。ありがとうございます。